こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、福袋第3弾やっていきたいと思います。はい、ということで本日は第3弾なので、1弾がグレイルの7999円の福袋で、2個目、あ、違うわ、あれだ、1個目が土屋アンナで、2個目がグレイルで、本日3個目、こちらでございます。イエイエイ、フーズフーチコの福袋を開封していきたいと思います。ということで、去年もね、フーズフーチコ買って結構当たりだったので、今回はちょっと奮発して2個買っちゃいました。まあ2個と言っても、フーズフーチコから出てるものが2種類あって、1種類目がアドミーっていう、こっちかな、黒い方、カジュアルな雰囲気のお洋服で、もう1種類こちらね、淡い色の方がパルピーって言って、フェミニンな印象のお洋服が入ってるみたいです。私去年どっち買ったんだっけな、なんかカジュアルっぽい方を買ったような気がするん、ちょっとどっちかとか忘れちゃったんだけど、めちゃめちゃいいものが入ってて、今でもね使ってるぐらいね、すごいいいものが入ってたので、もう今回もね絶対いいものが入ってるだろうということで、あのね、フーズフチコは中身が何入ってるかね、大体わかります。この福袋を1個買えばワンコーデできるよっていう、ワンコーデ分が入ってるっていう感じです。バッグ、コート、ボトムス、トップス、カーディガンみたいな、もう全部これでねフルコーデができるっていう福袋なので、ちょっとコーディネートに自信がない方とかでもすごいおすすめだなっていう福袋でございます。どっちから開けようかな、黒い方から開けようかな。で、ちょっと言い忘れちゃったんですけども、お値段が税込み価格 13,200円です。まあ、普通に考えて、コートとかも入って、バッグも入って、ボトムス、トップスも入ってたら 13,000円じゃ買えないから、本当にお得だと思います。で、私はねパルクローゼットで買いました。ゾゾタウンとか、あといろんなところでも販売あったと思うんだけど、パルクローゼットで買いました。じゃあアドミーの方から開けていきたいと思います。じゃあ、じゃあまあ見ずに上から触ったものでいきたいと思います。じゃあこれバッグだな、いきます。じゃじゃーん、じゃじゃーん、何これ、トートバッグっていうのかな、ちょっと私服が黒いからかぶっちゃう。こんな感じのバッグです。流行ってるよねこういうバッグ。まあ私もねこういうの去年一昨年ぐらいかな、買って、仕事行く時とかに使ってるんだけど、こういうね、縦長のバッグって、パソコンが入るし、iPad とかも入るし、結構ね、仕事向けにもね、できるバッグなんで、すごいいいです。で、まあ、中にね、ポッケはついてないんだけど、外側にね、一つ、しかありません。一つだけです。いや、いいよ、いいよ。だってこれだけでさ、まあ、安くて3000円とかでしょ？ちょっとね、これね、お値段ついてないので、なんかちょっといくらかわかんないんだけど、まず一つ目。じゃ、次行きます。せーの。じゃん！トップスや、ちょっと待って。もしかすると、我の苦手な、ミドルネック的なやつなのかもしれない。グレイルのね、福袋でも言ったように、まあ私は首が短いので、ちょっとミドルネックっていうものがちょっとね、苦手なんですけども。あ、あ、でも待って待って、超可愛いやつだ。え、じゃじゃーん、ハーフスリーブのトップスです。これは可愛い。私ね、チコのインスタ見ながらねちょっと紹介してるんだけど、チコのインスタにはこれの白色が載ってたんだけど、私は黒が当たりました。じゃあ私ね、あんまりね黒っぽいトップス持ってないんで嬉しいです。そして結構ね袖が長い、がっつり手まで隠れちゃうぐらいなんだけど、まあでもクシュってなるように作られてるから袖も長いのかなっていう感じなんですけども、いやこれは可愛い。まあ若干ミドルネックかなっていうぐらい、まあ私が着てどうだかちょっとわかんないですけども、首短い代表が着てどんな感じなのかっていうのね、最後にみんなに見せたいと思うので少々お待ちください。でもさ、今この2つ出たやん、なんかめっちゃ大人っぽいね。カジュアルだけどすごい大人っぽくて良い。じゃあ次3つ目、じゃーん、ニットだ、ニットや。あ、待って、あ、これすごい人気のやつじゃない、じゃじゃーん、ニットカーディガンみたいなやつです。まあカーディガンとしても着れるし、ニットとしても着れるよっていうやつ。今季さ、チコですっごい可愛いのがあって、ゾゾタウンのさランクで結構上の方に君臨してたこういうタイプのニットなんだけど、これすっごく可愛くってね、全部閉じても着れる、こうやって前にしても着れるし、これをね逆にしても着れるってやつよねこれね。そしてね、肌触りがとにかくいい、すごい可愛い。これカジュアル、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 カジュアル。次いきます。せーの。
じゃん、パンツだ。じゃじゃーん、白のパンツでございます。かわいいじゃん、すっごいね、肌触りがね、いい。こういうさ、パンツってやっぱ最初の方さ、硬かったりとかするんだけど、めちゃめちゃ肌触りがよくって柔らかいです。こんな感じ、ウエストのところはね、ボタンがねポンって出てこないタイプで、こんな感じでホックになってます。これさ、どれに合わせてもかわいいね。カーディガンに合わせてもかわいいし、これに合わせてもかわいい。あ、でもなんかこれさ、さっきの黒いやつ、あのベージュとかじゃなくてよかったかもしれない。全部そしたらベージュっぽい締め色のないさ、コーディネートになっちゃうから、これ出てすごいよかった。ということで、お洋服は以上ですかね。で、この福袋ね、サイズがなくって、全部フリーサイズなんで、ちょっとまあ150センチなんで、私だからちょっとこれ長い気もするなってちょっと思ってます。だいたいフリーサイズのパンツって私ね、折るか、なんかウエストめっちゃ上げるかしないと合わないんですよ。足短いからさ。もうちょっと楽しみですけどのが。ということで次、ラスト、コート。ちょっとね、これがね、グレールとちょっと被ってるんですよね。いきます。じゃじゃーん。タイピングコートでございます。いや、グレールのさ、7999円のやつでも出ちゃったからさ、ちょっと、いや、かぶりやんと思っちゃったんだけど、でもね、こっちは、このラインのところがブラウンになってますね。で、ボタンがこんな感じ。で、多分ね、グレールの方はこういうね、胸のところに、ラインがなかったと思うんで、まあ、ちょっとは変わるのかなとは思うけど、グレールがどういうのか、忘れちゃったけど、まあこれではないんだけど、 ZOZO タウンで今フジフチコのパイピングコートを見たところ、値段が下げられて9800円とかで、高いものは1万4000円とかするんで、まあ、普通にこれはね、当たり、めちゃめちゃお得だと思います。グレールのとはちょっと違って、これインナーコートがついてないので、まあさっと羽織るっていう感じですね。でもパイピングコートがさ、入ってる福袋って本当にお得だと思うんだよね。ということで、以上アドミーの方でした。次、パルピの方開けていきたいと思います。こっちはね、さっきのとね、ガラッと変わって、結構ね、女の子っぽいやつになってます。それじゃあ手に持ったものから開けます。じゃん、バッグ。バッグが福袋に入ってるのは本当にね、嬉しいんですよ。サイズ感がもう最高。めっちゃでかいおにぎりサイズぐらいなんだけど、こんな感じで開いて、中にレザーの紐が入ってます。中にはね、ポケがついてないタイプになってます。で、止めるところはパチっていうボタンですね。こういうボタンってすごいいいよね。こうやって持っても可愛いしさ、下げて持っても可愛いって感じですね。私なんか最近こうやって持つのがすごい好きでさ、ちっちゃいバッグとかこういう風に持ってるんだけど、可愛い。ということで次、じゃじゃーん。あ、やばい、可愛いブラウスや。じゃじゃーん、ブラウスなのかな。結構長い丈がこんな感じ。腰にちょっと紐がついてるんで、キュッて縛って着るタイプだとは思うんだけど、めっちゃ可愛いやん。あ、下になんかパンツとか履くのかな。まあでも、まあ薄いので、まあ中にインナー着てパンツ履く、ああいうパンツ履く、なんか部屋着みたいなパンツちょっとよくわかんないけど、縦に リブが入ってるやつみたいな履くやつだよね。うん、これは可愛い。本当にさっきと全然違いますね。バッグからして全然違うし、すごい女の子らしい。次、じゃじゃん、ニットカーディガンですね。ショート丈のニットカーディガンですね、こちら。じゃん、こんな感じ。私こういう、あ、なんか酸っぱい匂いする。あ、酸っぱい。私こういうさ、ショート丈のニットカーディガン持ってなかったんで、めっちゃ嬉しいです。どうやって着るんだろうこれ。私さ、どっちかっていうと結構カジュアルめの洋服の方が多いからさ、ちょっとこういうの着ないから、ちょっと着方がわかんないんだけど、まあ多分これに羽織れるよっていうタイプだろうね。はい、ということで次、4つ目、ボトムスかな。次はじゃじゃーん。うわ、やばい、これが入ってんのよ。激アツ。インスタのさ、画像を見る限りでは普通の布のやつかと思ったら、レザーのショートパンツが入ってました。いや、レザーが入ってるとは思わなかった。めっちゃ嬉しい。ハイウエストのレザーのショートパンツでございます。すごい可愛い、これ。この前のところにね、線が入ってるんで、細見え効果もすると思うし、めっちゃ可愛いやん。でも私足太いから大丈夫かな。まあでもこれにさ、ロングブーツとか合わせたら絶対可愛いよね。まあロングブーツ持ってないんだけどね。で、中はね、こんな感じ。まあちょっと薄いかなっていう感じ。だから直接履くとなると少しね、履いた時はヒヤッとするかもしれないけど、履いてたらね、レザーなんで風も通さないし、あったかいかなって思います。いやー、レザーのパンツが入ってるのはこれは激アツですよ。はい、ということでラスト、カオーチ。アウターですね。じゃじゃーん。やばい、これはかわいい。かわいい。じゃじゃーん。こちらのコートです。
色がキャメル色、ちょっとブラウンっぽいキャメル色ですね。袖めっちゃ可愛くない？フリフリ。まあこんな感じで丈は結構長めですね。まあ私が着て、膝上ぐらいな感じがします。で胸元はこんな感じ。付属でねこの紐がついてきたので、ここにねあの紐通すところがあるので、キュッて縛って着るやつかなっていう感じに思います。いやこれめっちゃ可愛いじゃん。見てこの袖のところ、当たりや。数日後でこれ買ったら絶対9000円とか1万円する。それが13200円。やっぱ福袋っていいわ。これだからやめらんないよね、福袋。ということで全て出揃いましたので着ていきたいと思うんですけれども、最初に出した方のアドミーから着ていきたいと思います。はい、ということで着てみました。こんな感じです。黒いトップス着てみたんですけれども、どうでしょう。ちょガンダムっぽくなるんだけど、どうかな。どう、いやーなんだろうね、ちょっと厚みがあるんだよね私ね。どうかな。まあ個人的に、まあ真正面から見る分にはそんなでもないのかなって思うけど、いかがでしょうか。まあでもこのトップス的にはすごい可愛いです。袖はちょっと長いんだけど、ここねちゃんと手を出せば、その分ねここの肩のところとか腕のところがねクシュクシュってなってくれるんで、すごい可愛いと思います。でなんとねこれ首のところがすごい開いてる。ミドルネックって言ってたんだけど、結構ね下の方からあのミドルネックが始まってるので、がっつりミドルネックっていう感じじゃないから、首の短い方でもすごいいいなって思いました。パンツ履いてみたんですけども、こんな感じです。このねつなぎ目っていうかボタンがないっていうところがねすごいよくって、長さ的にはねちょいと長いかな。やっぱり150センチからするとこんな感じ、かかとをちょっと踏んじゃうなっていう感じですね。まあでもヒールのあるショートブーツとか履いたり、あの厚底のねスニーカーとか履けばそんなにね気にはならないかなっていう感じの長さです。ということで次こちら着ていきたいと思います。はい、ニット着てみました。こんな感じです。これねめっちゃ肌触りがいい。私今回は前にボタンが来ないタイプで着てみました。後ろがまあこんな感じになってます。まあ前開けて着てもよし、こういう風に着てもよしっていう感じですね。で丈がねちょうどよくって、長すぎず短すぎずっていう感じですね。このコートを着てみよう。こんな感じどう？すごい可愛いこのコート。ここがねちょっとねたっぷり袖のところが使われてるのと、シルエットがすごい綺麗ですね。ちょっと片落ちで着ても可愛いし、あのぴったり着ても可愛い。でこれを持つんでしょ。なんかコーヒーとか持って歩きたいって感じです。まあアドミーの方はあの大人っぽい女性になれるかなっていう感じの福袋でございました。じゃあ次こっちのパルピーの方着ていきたいと思います。はい、こちらのブラウス着てみました。こんな感じです。まあ、ちょっと胸のところが開いてて紐がついてて、で袖もね結構長くって、こんな感じスリットが入ってる感じですね。でまあ生地はちょっと薄いので、まあちょっと私ねこういうねあんまこういう系あんま着ないからさ、着方がわかんないので、まあ、あの作品撮りの時に着ようかなっていう感じで思ってるんだけど、ウエストがですねこんな感じで紐がついてるんで紐を縛って、であのパンツはこんな感じでこれに合わせました。グレイルの1999円の方かなの福袋に入ってたパンツに合わせてみました。まあ、これだとすごいなんかフェミニーな感じなのに、私が勝手にカジュアルにしちゃってるねこれね。でもこういう着方ならね割とありだなっていう感じでございます。ね、みんなさこれどうやって着るのか教えてほしい。どうやって着るのがちょっと最善なのか、よかったらコメントで教えてください。ということで残り着ていきたいと思います。はい、ということで着てみました。いかがでしょうか。これめっちゃ可愛い、そしてあったかい。でこれも多分ねボタン後ろでもいけると思う。わかんないけど、なんか最近どういう着方があの正しいのかちょっとわかんないので、まあ自分が可愛いなって思う着方をすればいいのかなっていう感じですね。でこのね袖のたっぷり感がめっちゃ可愛くって、すごいお気に入りで、次パンツこんな感じです。ショートパンツ結構ねハイウエスト、おへそここなんだけどこんぐらいハイウエストで、これねポケットがついてないので、まあ、携帯とか少し入れられないなっていう感じがするんですけども、すごい可愛いです。こんな感じ、この上からコート羽織ってみたらこんな感じです。結構ねモコモコのあのインナーなんだけど、しっかりねゴワつくこともなく着れるかなっていう感じの大きさです。さっきとは本当に打って変わってって感じですね。はい、紐もあったんで紐をねウエストで結んでみたらこんな感じです。すごいめちゃくちゃガーリーな感じになる。めっちゃ可愛いこのコート。いやこれは当たり、すごいあったかいです。でこれでこうやって持ったりとかするんでしょ。あもうマジで女子。は
い、ということで以上フズフチコの福袋2種類開けてみました。いや、どっちもめちゃめちゃ当たりだね。すっごい可愛いものが入ってました。まあ、1つの袋買うだけでワンコーデできるっていうのがすっごい魅力的だなって思います。まあ、私がね、個人的にすごいカジュアルのお洋服がもともと好きなので、どっちを選ぶかってなるとパイピングコートが入ってる方の福袋を選ぶかなっていう感じでもね、フェミニンな感じ、ガーリーな感じの好きな子だったら2個目に開けたパルピーの方もすごい似合うと思います。まあ好き嫌いはあると思うんだけど、どっちも入ってるものがめちゃめちゃ豪華だったので、まあ、今年も売ってるかどうかわかんないけど、ぜひね、来年とかの参考になればいいなって思います。ということで以上今日の動画でございました。第4弾はちょっといろいろ届いてるので、ちょっと楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。